はい、皆さんおはようございます。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。昨日同じ場所から撮ったんですけどね、昨日は曇り空で、かつ今日は昨日は iPhone で撮ったんですけど、一眼レフで撮っているので、カメラもしっかり固定してご覧いただけてるかと思います。同じ、下地島の瀬口の浜という海岸で撮ってますね。で、今日は今ではシノーケルする前提で移動したんですけど、時期的に寒くなってきたので、寒いってことはないんですけど、今7時ぐらいで、気温が25度ぐらいあるんですけど、すでにだから海の中に入ると冷たいものですから、なので今日は映像を撮りに来るのみというところでお話し差し上げています。見ての通りで非常に、綺麗な朝日で、朝日を撮るのもしかしたら初めてかもしれないですね。もちろん朝に岸辺を撮ってるっていうことは何回かありましたけど、そんな感じで、朝からのんびりとちょっとお話しできればいいかなというように思っています。で、自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。今着いたばかりですぐ映像を撮っているので、ほっとしながらちょっとお話しさせていただいてるんですけど、本当に穏やかな朝っていう感じですよね。で、昨日もちょっとお伝えしたんですけど、逆光気味であえてね、朝日を撮りたいなと思ってそういう絵面にしてるんですけど、本当に砂浜にゴミが全く落ちてないんですよね。もうこれが素晴らしいなと思って、毎朝ここで体を動かしてから仕事に向かうっていう意味では、9月8あたりと全く同じ生活できそうかなというようには思っています。で、昨日ちょっと最近に Vlog 的なお話をすると、そういうわけで昨日はかなり日曜でして、今日月曜なんですけど、かなり体もリフレッシュできたかなという一日でした。今日はこれから仕事なので、面白いイベントの類は今日はないんです。でもどうかな、もしかしたら今日1日なんですよね。で、今日の1日からこの宮古島では飲食店が夜9時以降でもオープンできるということで、繁華街がようやく再その本腰を入れて再開ということになるようで、土曜日に、おとといですね、お誘いを受けて居酒屋さんに行ったんですけど、またぜひ来ましょうっていう話をいただいているので、そこでもしかしたら今日明日あたり、楽しく夜は過ごせるかもしれません。いずれにせよ昼間は普通に仕事しますね。人もな、全然いないんですよね。そういうわけで泳いでる人も、もちろん少ないですし、無駄に話をするのははばかられる美しい光景ですよね。なので僕の顔もあえて映す必要はないかなと思って喋ってるんですけど、ちょっと勉強というか学生向けのお話をすると、昨日の夜会社の若い子と話した話をちょろっとしてもいいかもしれないんですけど、ご覧になっている皆さんの中にはですね、仲のいい友達と起業しようなんてことも考えている学生さんもいらっしゃると思うんですよね。で、別にすごくいいこと、僕個人的にはね、同じ志を持っていると、同志って感じで一緒に起業するのは全然素晴らしいことなんじゃないかと思うんですけど、実はその会社のその子が、僕が学習指導してた頃から面識を得ていた子がやっている会社、割と名前は知れてるんですけど、そこの子と、知り合って、ゲーム仲間らしいんですけど、
APEX かなんかやってんのかな、ちょっと忘れましたけど、まあそれはいいとして、でまあ気が合うからぜひちょっと転職したいなということに持ちかけたところ、ちょっと断られたと。でなんでかっていうと、まあ実はですね、その顛末も僕知ってるんですけど、いや本当に狭い世界ですよね。だからその起業している、前から以前から学習指導している時から知っている子がですね、一回その設立からしばらくして、あれ多分1年経ってなかったと思うんですけど、一回多分金銭トラブルだと思うんですけど、投資家との間で、でチームが結構ぐらついた時があったんですよね。でその時に離脱したその会社からですね、子がまた僕が付き合いがあった子で、まあ多くをその離脱した子は語らなかったんですけど、まあいろいろあったんだろうなというふうに思うところもあれば、まあそういうわけで、その起業してる子も、まあ会社の若い子に、まあ要は友達としての関係を崩したくない、壊したくないからということで、まあとりあえず断れたっていうことだったと思うんですけどね。まあそんな話は聞きました。一理ありますよね。似たような話は何度も聞きますし、別に学生に限らず、地元で例えば開業医の奥さんが、まあ、経理とかやってたりねするわけですけど、そこで地元のママ友を、まあ、アルバイトとして雇うってことはしない。なぜかというと、やっぱり同じような理由で利害関係になりたくないというところから断るとか控えるっていうことは話聞きますけど、まあ分かるところではあります。まあ彼も別に会社の若い子もそれで残念があってるとかそういうことではなくて、まあ全然ポジティブに捉えてましたけどね。まあそんな話があったということでした。あ、蝶々が飛んでる。カメラの中入るかな。まあ秋口なんですけど、なんかまあ春みたいな陽気。あ、カメラの中入ってきたかな。入ってきましたね。前通ってきますね。はい。最近なんか見ますね、こっち来てから。陽気が春に近いからなのかもしれないですけど、蝶々とあとトンボも普通に飛んでますね。まあやっぱり秋だなっていう感じは、ここでも変わらないんだなって感じで見てますね。であと、まあな、やっぱり仕事があるとはいえ、泳ぎたいは泳ぎたいから、まあ実は勤務時間は結構その自由に取れて、お昼時間もお昼の休憩時間を長めに取ることは全然できるんですよ。2時間とか、まあミーティングとかが入ってなければですけど、緊急でなければですけど、まあ、緊急でお昼のミーティングってあまりないんですけど、だから、まあ、朝早めに仕事を始めて、でお昼に泳ぎに行って、でその後また仕事を再開するとかもいいかなと。まあもちろんその泳ぐことを楽しむっていうのもあるんですけど、まあ生活習慣としてやっぱり体を動かすこと自体を楽しみたいものですから、そんなことをちょっと思ってますね。でお昼時であればもちろんその水温も十分に上がってきて暖かいですし、まあ朝と全然状況違いますから、なんてことをちょっと思っております。であとですね、まあその分かってたことではあるんですけども、まあやっぱり水の中が、海中がすごく透明度が増してきたなっていうのは、まあダイビングの頻度も僕は2週間に1遍ぐらいなんですけど、すごく感じますね。あるいは週に1回ぐらい、多くて、直前で魔王の宮殿のね1分だけの映像を上げましたけど、あれもう撮りっぱなしです。でダイビングの映像もっと長く撮りたいのは山々なんですけど、まあやっぱり、ちなみに昨日上げた魔王の宮殿か、魔王の宮殿とか呼ばれている場所は水深30メートルぐらいのところにあるんですよね。でもちろんインストラクターの方が、お世話になっている方が一緒に同行してくれて、ガイドしてくれて、行けるわけなんですけど、
やっぱり同じ場所にそういう状況でもう5分も10分もずっと撮りっぱなしってわけにはいかないんですよね。もう綺麗な絵面だからずっと撮っていたいのは山々なんですけど、あれでも1分の映像だったと思うんですけど、体感的にはすごい長く感じましたね。で、まあ毎年、まあもちろんそのよほどの事態では、その例えば海の中でフィンをつけてなくて、かつまあ例えばですよ、ここの今浜辺ですけど、この沖の方にね、50メーター、100メーターぐらいのところを泳ぎに行ってとか、なんでそんなことするか全然わかんないですけど、100メーターないかもしれないけど、でも50メーターぐらいとか、でも100メーターぐらいあるのかな、人によっては。ところに行って沖に流されて亡くなった方の話とか、まあ、若干名、まあ、いるはいるって話は聞きますけど、いやそれはね、そんだけいろんな、まあ、やってはいけませんよって言われるようなことを重ねてやってたらそういうことも起きるだろうよという話も聞くんですけど、まあそこまでではないとしても、まあやっぱりその安全第一で楽しむっていうことが一番ですから、まあどうしても短い映像になってしまうんですが、まあそこはご容赦ください。ちなみにですね、シュノーケリングで、まあ例えばダイビングの場合はそういうわけでちょっとだいぶ深いところに潜って、しかもまあボンベもつけてるわけなんですけど、シュノーケリングだったら映像を長めの撮れるんじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、もう見ての通りです。例えばそのシュノーケリングって基本的に海面上を泳ぐわけですけど、まあやっぱりその波の揺れっていうものを受けますから、長めで回してても手元がすごいブレるんですよね。だからご覧になっていただいても結構揺らぎが多いというか、そういう映像になっちゃうものですから、それはそれでちょっとお見苦しい感じになってしまうので、むしろ短くした方がいいとか、まあいろいろあるわけですね。まあでも少しずつ慣れてくると思いますから、長めの映像を撮れるようになっていったらいいなとは思ってますけどね。まあいずれにせよ、魔王の宮殿の映像は1分だけですけど、本当に綺麗な映像撮れてよかったなというように思います。まあそんなところですかね。まあ最近昨日も申し上げましたけど、勉強の話とか、まあ学生、こっちの学生向けのチャンネルでも、まあ就活とか進路に関係するような話、まあもちろん仕事が変わったからっていうのもあるんですけど、ばっかりしていて勉強の話ほとんどしてませんけど、なんかこういうことを聞きたいんだけどなっていうことがあれば随時受けたまわりますので、どうぞメッセージその他でリクエストなさってみてください。コメントでもね、何でもいいですので、まあそんなところですかね。一人向こうの方で歩いてらっしゃる方がいらっしゃるけど、いや静かだな。晴れの日はやっぱりここが一番いいかもしれないな。あと撮りっぱなしのこの浜辺の映像も後で上げておきましょう。5分10分ぐらいのやつで。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺でバイバイ。